ギャランティード・レート・フィールドは、アメリカのイリノイ州シカゴにある野球場、MLB のシカゴ・ホワイトソックスのホーム球場でもある。コミスキーパークの老朽化に伴い、1980年代中頃に建造開始、救急場の隣に建設された。会場当初は、救急場と同じく、コミスキーパークと名乗っていたが、2003年に、 us セルラー社がネーミングライツを20年6800万ドルで買い取り、us セルラーフィールドという名称となった。2016年10月31日には、ギャランティードレートが命名権を取得し、ギャランティードレートフィールドに名称を変更した。カウフマンスタジアム以来18年ぶりの野球専用球場である。この球場を建てるにあたっては、 ホワイトソックスと地元入りの移お及び、シカゴ市は協議を重ねた。この時のホワイトソックスは、自らに有利な条件を地元から引き出した、うまい交渉の例としてよく挙げられる。ホワイトソックスは、タトシエの移転を何度もちらつかせておいて、地元との交渉に臨んだ。この時、ホワイトソックスの受け入れに熱心だったのは、フロリダ州のタンパーン沿岸地域で、資金面での優遇。 ドーム球場建設という条件を提示した。イリノイ州とシカゴ市は、これよりも好条件を提示して、ホワイトソックスを引き止めなければならなくなった。ナリーグのカブスがまだ残っているとはいえ、メジャーリーグの球団に逃げられたというイメージがつくのは、都市にとって大きなマイナスだからであった。結局、2%のホテル税と、 交際発行で調達した1億6700万ドルを地元が支出し、天然芝、屋根なし、野球専用というホワイトソックスの望み通りの新球場を建設した。さらにホワイトソックスが赤字になった場合、イリノイ州とシカゴ市が補填することも決められた。ただし、1993年にマーリンズが創設されるまでは、フロリダ州はこうした。 交渉の際に頻繁に名前が出ていたことを知っておく必要がある。球団オーナーはフロリダ州への移転をほのめかすことで地元から有利な条件を引き出そうとしていたのである。ホワイトソックスもフロリダ州へ移転する気は最初からなかったと言われている。ありがとうございます。